松岡修造降臨、アリゾナを温暖化させてしまう。日本時間2月26日から連日、松岡修造がキャンプ地取材のためアリゾナ入りしており、現地入りするたびに気温が4度上昇すると話題になっています。実際に26日には24度から28度へ、27日には19度から23度に上がっている。数年前より修造が海外に出ると日本の気温が下がり、帰国すると気温が上がるという噂がネットで広がっており、太陽神とも呼ばれている。ネット上では、さすが修造さん、急に気温下がったのは修造さんのせいか、日本寒い、早く帰ってきて、真顔で大谷を笑わせた男だよね、あれも一回見たいなと話題になっています。以前、大谷選手はアリゾナでたくさんの報道陣に囲まれて取材を受けた際、取材陣に紛れた松岡修造を見つけてしまい、笑顔がこぼれる場面がありました。今日の松岡修造さんは大谷選手のトレーニングをひっそりと真剣な表情で見つめており、そんな場面がまた見れるかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。